千本槍は、菊花千本槍族の多年草。頭花は、春型と秋型の2型ある。別名、紫タンポポ。根室葉が、ロゼット状に発達し、葉の形は、東乱状長楕円型で頭オーバーツ状に、中列する。葉の裏は雲毛が密生する。春型の家系は高さ10センチメートルくらいになり、4から6月頃、 1> 計1.5センチメートルの頭花をつける。春型の頭花には円一列に絶妙花がつき、中央には筒状花がつく。筒状花はめしべとおしべを備える両性花で、絶妙花はめしべだけが機能する雌花である。花の色は白から赤紫で、紫タンポポの別名はこの春花に由来する。 秋型の家系は高さ30から60センチメートルになって林立し、小さいながら千本槍の様子を見せる。家系には線形のコバが多数つく。秋型の頭花は自家受粉する閉鎖下げで筒状花のみからなる。双方は筒状で長さ15ミリメートル程度。果実は痩せ花となり長さ6ミリメートル。感毛は褐色になり。 長さは1 1トルになる。春と秋では、秋の花の方が花の数、種子の数ともに多い。多年草の千本槍は、毎年地上の茎と葉を枯らし、地下茎と根で越冬するが、根の部分を毎年新しく更新する。具体的には、春に古い根の上、葉の下から新しい根を伸ばし、夏から秋まで上下に重なる新旧の根が働く。冬になって、 茎と葉が枯れる時に古い根は枯れ、春に生えた根が冬越しする。新しい根は地面に根を張ってから収縮することで土の中に収まる。日本では北海道、本州、四国、九州に日本国外では南千島、サハリン、シベリア、朝鮮半島、中国大陸に分布する。松林や雑木林といった明るい林の陽光が差し込む場所に生える。 産地や給料などに自生する、ありがとうございます。